ろしくお願いします。早く終わってください。皆さんこんばんは、アローズスクリーンのシーサーです。トミーです。さあトミーさん、はい、今回もやってきました。やってまいりました、今日は2月5日ですね。そうですね、はい、もう本来であれば営業も終わって、はい、よし閉店後の作業をちょっとしてまさに今帰ろうかなというところなんですけど、はいはい、我々のお仕事はこれからでございます、はい、始まったばかりです。もう顔に疲れが出てます、はい、いやいやいや。というわけで今回もですね、はい、兵庫県加古川市の貴重な加古川店さんの閉店後にお邪魔して、はい、ただいまより収録の方を行ってまいります。ちょっと何か気づきませんか。何ですか。ちょっと何か気づきませんか。ちょっとね、新しいね、従業員の紹介をね。皆様はじめまして、今日から貴重な加古川店で働くことになったシーサです。よろしくお願いします。ウィウィシ。パチンコ店での経験は、10年ぐらい前まで、やってましたけれども、好きな仕事は大清掃です。あとランプ対応には自信があります。ハキハキと大きい声で明日の案内もできます。どうぞよろしくお願いします。はい、というわけでですね、はい、もう同じ名札をご用意していただきました。オリジナルな札、はい、いや、ういういしいですね。なんかこれつけるだけでちょっと新鮮な気持ちになるというか、ね、いや実は未だに僕ホールの仕事がやっぱ恋しくなる時があって、いろいろやりたいなって思うこと多いんですよ、はいはいはい、ホールスタッフの業務もそうですし、はい、まあ、店長の業務もそうですし、まあ、いろいろこうね、閉店作業なんか見てると懐かしいなと思いながらも、はい、またこういう仕事できたら楽しいななんてちょっと思ったりしています、はい、というわけで今回もですね、はい、実践をしながら、まあ、いろんなお話していきたいんですが、はい、そうですね、ちょっとこの企画ですね、僕負けっぱなしでいつもトミーさんにトイレ掃除させたいとか、トミーさんに大清掃させたいって言いながら全部僕が引き受けてるんで、さすがに今回3度目の正直、もう負けるわけにはいかんですよということで、今回、はいはい、ミリオンゴット打ちます、はいはい、ミリオンゴット神々の凱旋、もうこれはまあ引き勝負みたいなところありますけれども、はい、今回もですね、一応設定6に打ち替えていただいて2台をですね、その設定6を並び打ちで2時間の出玉勝負やっていきたいと思います。さあ、というわけでこれから実戦の方に入りたいと思うんですが、あれ店長どこ行きました。店長、あ、森店長、あ、お疲れ様でございます。店長じゃないんですねこれ。あ、というわけで、私今日から貴重なの審査としてこちらで働くことになりましたので、いろいろわからないことも多いですけども、教えてください。よろしくお願いします。厳しく指導してください。得意技は箱下ろしです。お待たせいたしました、ごゆっくりどうぞ。ありがとうございます。じゃあ早速パチンコ島の方担当したいと思いますので、今日から貴重な加古川店のシーサーよろしくお願いします。はい、もう喜んで、僕好きなんで、ホールが大好きなんで、ちょっと時々働かせていただいたら非常に嬉しいな。いえ、お金は一銭もいただきません。もちろん無料で働かせていただきたいので、機会があったらぜひやらせてください。いいですか、本当に。じゃあ今度いつかの罰ゲームにしましょうよ。あ、いいですね。じゃあそうしましょう。今度ホールで何分間出てもらったりとかみたいなね。罰ゲームっていうか、もう僕からしたらご褒美みたいな感じなんですけど、じゃあいいじゃないですか。年内に貴重な加古川店さんの営業中に僕が突然お邪魔して、いい、ね、まあ、早番か遅番か分かりませんけど、はいはいはい、まあ、パチンコフロアで、お客様対応します、うん、ホールスタッフの一員としてインカムもその時お借りしていいですか。おー、じゃあちょっといつか貴重な加古川店さんで僕が突然ホールスタッフとしてこの名札をつけて現れると思いますので、お近くの方交互期待。いやー、これ楽しみだ。これはちょっと面白いですね、演者さんがホールスタッフするってなかなかないと思うんですよ ね、 さあ、というわけで今回はですね、ミリオンゴッド神々の凱旋を、打っていきたいと思いますが、森店長またカチカチと遊戯台の方やっていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。じゃあトミーさん、今日もよろしくお願いします。さあ、それでは撮影の準備できましたので、ミリオンゴッド神々の凱旋2時間1本勝負スタートでーす。よろしくお願いします。お願いします。
6ですからね、凱旋打つ上で2時間って言ったらちょっと短いですけど、初当たりはまあなんとか迎えられるんじゃないかなと思います。そうですね、気合が違いますよ。今日はゴッドで勝ちたいというよりも早くトミーさんに罰ゲームをさせたいという気持ちだけです。もうそろそろ僕も勝たないと、何をしに深夜に加古川まで来ているのか罰ゲームをしに来ているわけじゃないですので、そうですね、はい、そろそろ勝ってね、エリアマネージャーのトミーさんが、はい、店内を清掃している絵をですね、このチャンネルに残したいんです。まあでも6って分かってゴッドを打つことっていうのはないですから。そうですね、ないですからね。ないですね。こういう楽しみ方ができるのも閉店後ならではという感じですね。ただ前回北斗の拳戦勝の設定録を打ちましたけど、はい、まあやっぱりさすがだなって思うくらい当たりも引けましたし、ね、はい、まあ普通に激闘ボーナスから新天章ラッシュへの卒率も高かったなという印象でした。まあそういった感じのですね、あ、やっぱ6っぽいなっていうのが今日また見れたらいいなと思ってるんですけど、僕 あの後ですね、はい、あの6打ったイメージのまま、はい、2、3日後にホール、はい、北斗打ちに行きまして、えらい目見ましたね、はい、ああそうですか、えらいことになりました。あらあら、あとゴッドですからやっぱりただの当たりじゃ物足りませんよね、トミーさん。はい、ゴッドといえば何ですか。ゴッド揃い、ゴッド揃い、はい、見せましょう、いきますよ。遅れたんですか。はい、いいか、はい、はい、まあ分かってましたよ、ちょっとね、いやー、審査さんの生二角見たい。そう、ゴッド実戦なのでやっぱり赤ならかゴッドどちらか見れたらいいなと思ってます。そうですね、まあ引くのは私ですけど。言いましたね。じゃあ引けなかった時は3連勝したいんですよ。3連勝、いやー、僕はもう負けたくないですよ。お、意外と6でもね、初当たり遠かったりするんですよ ね。 そうですね、終わってみたら結構安定したグラフになったりするんですけど、途中やっぱり1000回転近いハマりが1回ぐらい来たりしますからね。これでも30分ぐらいしかまだ回してないですけど、はい、6らしさって何も感じないですね。何にも感じないです。あ、リブさん来ました。あ、すごいですねこれ。一応ね、0頭で 7-0 絡みはチャンスっていう感じですもんね。 G ストップのそこは G ストップあるんじゃないですかね。はい、いただきました。うわー、いきまーす。おー、いきなりだ。ありがとうございます。まあまあ、サンズ柄単発、単発です。単発じゃない。今日これ勝てたら、はい、やばくないですか。まあ、手玉勝負なんで当たりの数じゃありませんので。いや、持ってますね、やっぱり。あ、すごい、前の流れまだ持ってます。この企画強いですよね、本当に。はい、閉店後には強い男ですから。なんか僕もう掃除するの嫌なんですよね、負けて。いや、また先起こされたか。やっちゃいました。やっぱりサンドにお金を入れて打たないとダメなのかな、僕は。そうですね、そうかもしれないです。なんかね、心がちょっと油断してるんですよね。さあ、リップさん3回目、まあそろそろ3連で行ってくれてもいいんじゃないかな。あ、トミーさん、リップさん一発で行きましたよね。はい、ってことは2人で3回引いて今1回行ってるってことですね。やっぱすごいな。こっちは3回目ですよ。そっちの台は店長が6に打ち替えるのを見てましたけど、ちょっと店長を疑い始めた。さあ、ここは G ストップ。トミーさん、確か図柄3でしたよね。はい、
ジンストップは SV7 を揃えてなんぼです。いきますよ。さあ見せていただきましょう。ええ、まあ、こういうのはもういらないですね。ボタンが出ないな。はい、こういうところ鏡ないですけど、もうこういうのを取りこぼしてたらなかなかね外線で勝つの難しくなります。あと3ゲームあります。お、サブ位置決めろ。うー、サブと一緒。最後は来ない。おーねえ、下手くそですいません、偉そうなこと言ってねえ。 S 天杯、 S 天杯、 V 天杯ついてない。あるかな。いや悔しいな。まあでもやっぱ設定6リップターンでいきますよね。リップトップで何回か引けば。獲得枚数何枚でした？265枚。はい、じゃあ今のところトミーさんの、まあそうですね、勝ちですね今のところ、はい、おいやーこういうの待ってました。やっぱ凱旋はこういう演出来ないとですね。さあ赤七か、それともゴッドか。SGG チャンスでございます。決めろ。おー決まらん。いやーちょっと爪が甘いですね、この2時間勝負で SGG 持ってきたらもうね、そうですね、かなり勝利に近づくことになるんですけど、決めれないなー。これは SGG 失敗して神のイカメチ外して、なんかそっちに大きな当たりが来そうな気がしてきた。それ当たればセット数引き継ぎなんで枚数加算されますね。よし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 。ああもう当たるやん、当たるやんそれ。いやー表示も2セット目ですよね。33ゲームですもんね。イエス、はい、引き続きます。勝てないっすねトミーさんに。よし、相性の問題かな。嬉しい。いやゴッド対決で審査さんに勝てるってめっちゃ嬉しい。いやいやいや、まだ2セット目の演技紹介してるだけなんで、はい、こっちは始まってもいないですけど。いやー素晴らしいっすね。なんかね引き物が引けんよな、やっぱりあれホーム&アウェイみたいな感じになってるかな。打ち返ったところを見たのはそっちの台だけですもんね。こっち打ち返ってました。そこ打ち返ってました。こっち、まあでも SGG とかゴッドになれば絶対関係ないんでですね、持ってきたいと思います。枚数が増えへんな。こっから全く枚数見えないですけど、今400、2、30枚ぐらいですか。いえ、360枚。少なっ。終わりますよ、はい、AT 間で減らしてますもんね、ちょっとそれ1セット分くらいしかない。やばい、勝ったな。勝ったな、当てたら勝つな。その枚数なら下手したら1セットで届くかもしれない。おお、いますね。やっと400枚。お、静かになった。さあリップ3はよく来ますよ。リップ3はこれで4回目ですね。リプレイ3連、そろそろリプレイ4連を決めようではないか。リップ神様。ちょっと今日はリップ神様がね
あ、もう11時過ぎたんで帰られたのかな。もう今日終わりよね。もう帰るねって。もういらっしゃらないのかもしれないですね。これを1000回転はまりそうな気がしてきた。今で500ぐらいですか。いや、もう600ぐらい回してますね。なかなか見せ場が、見せ場はもうトミーさん、見せ場は十分ですよ。Gストップに3ぞろい、33ゲームで2セット目そうですね、自力で突入させて。これ前半戦はもうトミーさんですよ。前半戦の主役は締めくくりはお任せください。次回予告で多分プシュンってしてますんで。次回予告で。おはよう。084でした、はい、昔あの僕らポケベル世代ですけれども。あ、そうですね、打ってましたね。やってました。084でおはよう。知らないでしょ。あのポケベル世代なんで数字でメッセージを送ってたんですよ。そうです。結構な長文も数字で送ってましたね。その当て字じゃなくて、あーやったら11、あーそうですね、そういうのもありました。いいやったら12みたいなね、はい、公衆電話に昼休みとかみんな並んで、でもねその時はまだもちろん携帯が普及してないですから、 i モードもないし、まあインターネット自体も普及してなかったんで、どうやって生活してたんだろうな。家に帰れば本当にアタリップさんよう来ますね。ミニコンポ買って家でずっと音楽聴いてたりとかですね。あ、おリップ入りました。リップさん、さあ見届けさせていただきましょう。あ、富田ちょっと待ってください。そろそろ絵的に S か何だか見たい。 そうですね、そろそろ見たい。そうですね。お、一発目大事ですよ。 V ゴー。もうダメやん。勝った、また勝っちゃった。もうダメやん。やっぱあれですかね、審査ファンの皆様すみません。いやいや、時点と他点の差ですかね。なんか違うぞ。あと1時間ちょっとです。あ、もう1時間切ってる。やっちゃった。いやー、また罰ゲームか。私の方はもう最低1000枚弱まで確定しましたんで、ちょっと私の台やっぱ6巻がありますね。まあ、リップさんから2回 G ストップいってますのでね、その辺はやっぱり、まあ、あと中段期7からもポーンと簡単にさっき当たってましたし、普通に設定知らずに打ってても設定良さそうだなっていう感じはしますよね。そうですね。まあ、逆にこっちはもう、まあ、当たるまで回して当たったら即やめだなっていう感じの静かな通常ゲームです。何なんでしょうね、これが設定6だとは思えないですね。やられたな、これは。でも一発逆転もあるんでね。まあもちろん、ただね、トミーさんもうそれ V フロイでしょ、はい、3つぐらいで止めてください。そうですね、4つ目来たらもうどうしようもないんで、4セット目持ってこられたらゴッド引くしかなくなる。 もうゴッドゾロイオンリー。そうですね、まあそれか最近よく僕 SDGEX を引くんですよ。なので SDG さえ来ればまたと言ってもね、そのあたりはやっぱり設定6って分かってるんでちょっと期待が持てないというところありますね。とにかく早く当てたいな。お前これ本当に6これってせんまい出ちゃうっていうですね。